さあマウイ島最初の夜の食事はですね、ホテルの1階のレストランジャペンゴにやってきました。美味しいと聞いてます。まあビールですかね。僕はシャンパンですか。シャンパンで乾杯。ビール？シャンパン。シャンパンで行きましょうか。やっぱ行きますか。シャンパンでね。やっぱりね。ここはやっぱシャンパンだろ。乾杯はシャンパンですね。いやいいな。あふいでシャンパン。日本食で。さださんビューティフルレディ。いやさっきからねそう思ってました、ね、綺麗ですね。綺麗ですよね。マウイ島って美人多いですよね。うん。So Tara, you please ask Mr. Sawada, you know what? How do you do? How do you do? Nice to meet you. Hello, how are you? May I get you something to drink? Champagne, okay? Champagne. Champagne, okay?いやなかなかね緊張するねやっぱりな。何回来ても英語で喋るのは可愛いからじゃないですか。綺麗な人だからでしょ。ほらほらもうあのオアフのゴルフ場でも女の子にもう質問するとき緊張したのに。乾杯。最高ですね、オリさんね。グオリさんもお酒好きなんですよ。本当にもう。そういう顔してますか。シャンパンから焼酎まで、ね。ちょっとね、大変なことになってまして。はい、ちょっともう調子乗ってサンダさん飲んだから、はい。で、まず、あのグオリさんがもうめちゃくちゃ美味しいって言ってるのを頼んだんですけど、ハマチカマ。そうです。うん。これは。間違いない。間違いないんですか。間違いない。うん。ちょっと食べましょうよ、じゃあこれ。どうぞ。うん。うわーなんかこういかにも油が乗ってって感じですね。これソースをつけて食べるんですか。ソース多分ポン酢です。あポン酢をね。はい、いやじゃあちょっとちょっと食べてください。あははうわーめっちゃうまこの身が間違いないでしょ。あの油がいっぱい乗ってる魚ですから。いやいやいや、うん、濃厚、美味しい。これ行きましょうか。鮭のロールです。お、サーモンロールですね、これね。そうですね。はいはいはい。アボカドも入ってる。美味しそう。いける。もう、うまい。美味しい。なんかすごいさっぱりしてるな。とっても美味しい。美味しいですね。これとご飯とそれと味噌汁とあればもうそれで十分です。グオさんすごいじゃん。焼酎が好きでご飯が好きで味噌汁が好きでって日本人で暮らさんですか。日本で九州に来なさい。九州に行きます。九州がなんかすごくなんか絶対水が合いそうな気がするけどな。グオリさんこう見えてもハワイ島出身ですからね。